こんにちは。整備学園チャンネル始まりました。わー、愛と元気担当です。整備学園かつさ校かつさピンク堀口です。今日は可愛い1年生ちゃんをお招きしました。ではお名前お願いします。ゆなです。ではゆなちゃん、いろんなこと今日聞いていくから、いろいろセキララに答えちゃってね。はい、はい、頑張ります。はい、よろしくお願いします。整備学園チャンネル。はい、じゃあゆなちゃん早速いろいろ聞きたいんだけど、まずゆなちゃん、今高校1年生じゃん、ついこの間まで中学生だったよね。中学生時代のゆなちゃんってどんな子だったのかな。普通に部活とか普通にやってたんだけど、ちょっと一回人間関係で部活やめちゃって、その後はもういじめとかやっちゃったりとか、苦しかったけど、普通に学校来れたからいいかなって感じだった。そっか、しんどいながら頑張ってたんだね。そっかそっか。そんな中学時代頑張り屋さんだったゆなちゃんが上総校に決めたのはどんなきっかけだったの？最初は他の高校行く予定だったんだけど、お母さん、親の紹介でここに行こうかなって決めた。お家の人が、お母さんが上総校どうって言ってくれたんだ。そう。で、ゆなちゃんも、あ、じゃあ行ってみようかなって思ったんだね。はい。おー。じゃあ実際上総校に入学してみました。どうですか、入学してみて楽しい？めっちゃ楽しいです。めっちゃ楽しい、よかった。それならよかった。具体的にどんなところが楽しいかな？たくさんの友達できたりして、なんか 2,3 年生の先輩たちもめちゃくちゃ優しくて。そうなんだか、それで、あ、よかった。私3年担任なので、先輩が優しいっていうのはちょっと安心しました。よかった。結構お友達関係は今はうまくいってるかな。あ、じゃあよかったです。授業とかどう？いつも午前中授業あるよね。午前中の授業ってどんな感じですか？その教科ごとに先生が違うじゃないですか、その人によってなんか雰囲気とかも違うけど、もう一番は一人一人の意見を聞いて、分からなかったことは丁寧に分かりやすく教えてくれるから、めっちゃ分かりやすいです。ちなみに一番分かりやすい先生はズバリ、あすかさん。ありがとう。字が大きいと言われるあすこの国語です。2021年度整備学園グループ新校舎を開校します。詳しくは概要欄をチェック。整備学園チャンネル。いろんな先生いるよね。先生方の印象っていうか、まあ自分の中で心に残る先生とか今いたら教えてください。やっぱり真帆先生が、おー、真帆先生、理科の先生です。めっちゃくちゃ面白くて。面白い。この前まで普通にショートだったのに、急に髪の毛短くなっちゃって、ちょっと刈り上げた感じね。めちゃくちゃ面白くて、そうなん、友達と、爆笑しちゃって。そう、真帆先生はとっても可愛い、ちょっと刈り上げた理科の先生です。じゃあ先生や友達と午前中の授業いろいろ受けて、でお昼食べて、午後のコース活動もあるよね。午後のコース活動はゆなちゃんはどんなことに力入れてるの？音楽とダンスをメインにやってて、それで音楽はボーカルをめちゃくちゃ楽しくやってます。ボーカルはハマシー先生ですね、はい、すっごいパワフルな先生です。ボーカルではどんな曲を今練習しているの？今はホムラ、リサさん。おー、すごい難しい曲を挑戦してますね。ぜひいつか聴かせてほしいなと思います。じゃあ今ボーカルをすっごく頑張ってやっているゆなちゃん、この高校3年間でこれだけは絶対やってみようっていうことってありますか？ボーカルでもいいし、それ以外でもいいんだけど。今まで中学校時代、赤点ばっかり取ってたから、そうなんだ。高校赤点取っちゃったら不死になっちゃうから、頑張って勉強して補習にならないように頑張りたいです。いつもでも授業の時ね、しっかり発言してくれるゆなちゃんだもんね。きっと大丈夫だと神様にお願いしておきます。整備学園チャンネル。はい、ではゆなちゃん、最後に中学3年生のメッセージを
この YouTube 見てくれている、まあ、中学3年生に限らず中学生のみんなかなへのメッセージをカメラ目線でお願いします。もう本当にめちゃくちゃ上総校めっちゃ楽しいです。もうオープンスクールでお会いしましょう。お会いしましょう。今日は上総校のゆなちゃんにインタビューをしていきました。生徒の生の声を実際にこれからもインタビューして聞いていきたいと思います。この動画がいいと思ったらチャンネル登録とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。またね。バイバーイ。